大家好，我是中国大陆山西东吴战队的东玄，然后这边我的家乡是在海南，然后就给大家介绍一下海南的椰子鸡。这椰子鸡的话是由海南的文昌鸡加上椰子，然后加上一些其他佐料制作而成的。一般来说是拿椰子鸡跟鸡一块熬，然后加上一些其他的佐料，不过有时候也会加入一些椰肉一起熬制。有一部分人会配辣味饭，然后一起吃，然后大部分的话可能还是配白米饭吧。那现在我就开始吃了，这边看一下，这个应该就是椰肉了。这椰肉感觉口感很好，然后味道也不错。这边我再吃一下鸡肉。鸡肉味道的话，鸡肉咬就吃起来感觉很嫩，然后味道也是有一股椰子的味道，然后味道也是相当好的。我们今天来吃口饭，配上椰子汁，配上辣味饭更加味道更加。有一股椰子那种清甜的味道，这里面的椰肉味道还是很好今天的分享就结束了，然后也是请大家关注深渊的呼唤我，也请为我们战队加油。好，大家好，我是来自中国大陆赛区的狼队的艾森，然后在我面前的首先是湖北武汉的特产，一个是热干面，还有一个是大米酒。就是这个热干面的话，它就是很适合在早上吃，然后它是那种很干很干的，但是很管饱，因为它是撒上很多芝麻酱之类的。然后就是因为它热干面比较干，需要配豆浆或者是淡米酒，然后来搭配它那个热干面，然后就开吃。这碗热干面，它芝麻酱撒的挺多的，就是它的面上都是那个芝麻酱的味儿，然后它很干，它需要就是搭配豆浆和淡米酒。然后淡米酒就是因为它加了蛋，就是那种甜咸甜咸的，然后可以缓解那个热干面的干。然后吃这个面要不停的拌，不然它会干成一坨。就是啊，这个热面还有一点辣辣的，还放了一些辣椒。关于热干面的介绍就到这里了，然后也请大家多多关注深渊的呼唤我，然后多多支持我们狼队，加油！大家好，我是来自港澳台赛区的 BC 战队九九。他们的蚵仔很新鲜，口感 QQ 的，不会很腻。
好的，美食分享就到这边结束了，请观众们一起关注深渊的呼唤，多多支持我们的战队。皆さんどうもこんにちは、サンシスターのルトです。今回は日本について紹介していこうと思います。 COA を通じて日本の様々な文化に興味を持っていただけたら幸いです。もし日本に来ることがあったら参考にしてもらえるともっと嬉しいです。日本食といえば有名なのが寿司だと思います。やっぱり寿司を食べてみたいっていう外国人の人は多いんじゃないでしょうか。寿司はもうすごく美味しいし、いろいろなネタがあって飽きないですね。マグロやエビ、エビだけでも甘エビとかありますからね。ネギトロとかイクラ、サーモン、イカ、軽く数えるだけでもいっぱいあります。ぜひ日本に行ったら寿司を食べてみてください。寿司はやっぱ日本人みんなおすすめすると思います。次にこれはとんかつですね。とんかつに白米と味噌汁、漬物がついてきてる感じですね。結構こういうのがスタンダードな定食だったりします。日本食だとやっぱり白米と味噌汁があると一気にそういう感じが増して、それにとんかつとか他だとなんだろうな、まあそういうご飯おかず物ですね、おかず物がついてきたりします。すごいこういう無難なものも美味しいですね。日本だとやっぱり白米がないと始まらないかなって感じします。で日本食の紹介はこれで以上で、次は富士山とか見てみたくないですか。ということで今回は紹介を終わっていこうと思います。この動画を通じて日本に来てこれを食べたいとかこれを見たいとかがあったら自分はすごく嬉しいです。ということでありがとうございました。バイバーイ。はい、どうも皆さんこんにちは。日本地区の、スカーズ戦隊代表のリーダーやってますしなみです。本日は僕日本地区なんですけど、その日本ならではのグルメの紹介をさせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。私の故郷は日本になるんですけど、日本にはたくさんの美味しいものがあるんですけど、その中の一つにお寿司というものがありまして、それを今回はご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。そうだな、マグロとかサーモンとかイクラとかネギトロとか、いろいろ入ってます。エビとかもありますね。こういった風になっております。はい、僕は寿司の中でもサーモンが一番大好きなので、スイカでサーモンも頼みました。はい、全部食べるのはあれなんで、自分の好きなものだけ、そうですね、この動画で食べていきたいと思います。その前にこれですよね、醤油、寿司醤油っていうものがありまして、醤油ですね。これも日本ならではのものではあると思うんですけど、醤油につけて食べていきたいと思います。いただきます。いやー、うまいですね。そのマグロ自体はすごく甘いんですけど、それにわさびっていう少し辛い緑色のものがあるんですけど、それが効いてて、その甘くて、少しツンとして辛くて美味しいなってなりました。はい、じゃあもう一個だけ。はい、僕が一番好きなもの、サーモンの方を食べます。それで、お寿司に合わせてお味噌汁、これも日本の、スープにあたるものなんですけど、
汁もあるので、あったかいお湯を入れて、そうですね、まあこれも楽しんでいきたいなって、まあ楽しむというか美味しくいただきたいなって思います。いやうまいです、めちゃくちゃうまいです。はい、味噌汁でした。アサリの味噌汁です。はい、こんな感じで、まあ、この後ゆっくり食べていきたいと思います。まあちょうど今夜ランク戦が釣らない。ちょうど夜ランク戦が終わったところなので、これ食べて、まあ、寝て、次の日のランクマも練習も頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、一緒にコールオブジアビス5、そして我々のセンターへも一緒に応援しましょう。それではお疲れ様です。バイバイ。Hi everyone, my name is Schmitty from Club B4U, a part of the NAEU region, and I will be doing the food review for today. Today I do have beignets. It is a New Orleans style dessert dish. Basically what it is a fried donut with powdered sugar, but inside it's very airy. We're very well known for this in New Orleans, the southern part of the United States of America. And these are world renowned. People come from all over the world to try these, and for right reason. It's so much powdered sugar on these that you could go down them like a skier. You know, you could ski down them. But I'm really looking forward to this. I haven't had beignets in quite some time, actually. But I'm ready to eat. Let's take a bite and see how it is. Let's see how it is.As you can see, it's very messy. You could become a snowman if you eat enough of these, but the flavor is very sweet. It is a sweet dessert, but it'll fill you up. It's not one of those things where you can eat like 20 of them. Two or three will fill you up. And it is such a great snack. You know, if you love coffee or tea, this is a great food for that. But yeah.New Orleans is known for these. You would absolutely love them. If you ever do come to New Orleans, be sure to try them out. I know other places of the world have their own version of beignets, but New Orleans style beignets are the best. They are the sweetest. Thank you guys so much for watching this. Be sure to cheer on your favorite team. Be sure to cheer on B4U, part of NAEU. My name is Schmitty. Thank you guys so much for watching once again.MS팀에서아임스섹시라는닉네임으로출전을했던오브유입니다제가맡고있는진영은명이고제가맡고있는진영은무이랑주수쌍입니다저희가지금먹으러 온한국대표음식은삼겹살인데요삼겹살이랑김치전골입니다저희 MS 가이번한국대표두번째를넣게된만큼아이보가좋은것을보여드리는 MS 가되도록노력하겠습니다많이응원해주세요 MS 화이팅哈喽大家好，我是来自东南亚赛区标战队的监管者Carry。今天我要带大家去吃马来西亚的独特美食。那我们来到了马来西亚的著名印度餐厅，然后在我面前的这个是我们的 Nasi Biryani。Nasi Biryani 里面有配带炒饭，然后这个是一个小零食，然后这里还有咖喱酱，里面还有一些牛肉。我还特点了我们马来西亚必点的一个。独特美食，也就是我们的罗蒂查奈，也就是所谓的印度煎饼。然后印度煎饼里面也有咖喱，还有一个特别的酱汁来添加它的味道。我们在这里还点了一个拉茶，拉茶和这个印度煎饼是一对一个配对。现在我们来尝一尝这个 Nasi Biryani。为什么点Nasi Biryani？ Nasi Biryani它的饭比较清脆。不带黏，然后很香，然后
这个肉，然后这个肉不要也很脆，然后配在这个咖喱酱里就很好吃。现在我们来吃这个印度餐厅。这个印度煎饼的话，味道比较比较带甜，还有一丝辣味，然后咬起来很像在咬口香糖，比较有嚼劲。在这里也是介绍完了马来西亚的一些食物，如果有机会的话，可以来马来西亚品尝一下。在这里也祝各赛区的队伍能在声音呼唤的总决赛拿取好成绩，不留遗憾，并且做到最好，加油！